皆さんこんにちは、ミドフラワーへようこそ。こんにちは。もうすぐ女の子の節句ですね。なので桃の節句アレンジを作ります。桃って邪気を払うって有名な言い伝えなんですけれども、本当桃って果物の桃もこのお花の桃も邪気を払うっていう意味で、とても今の時期いいみたい。何か言い習わしって意味があって、お花、桃のお花を生けるんですね。では生けていきます。材料です。桃の枝、これは先駆け桃という、あの先の方までちゃんと花が咲いてくれる桃、長いいいものを買いましたので切り分けて使います。菜の花、ガーベラやチューリップ、ランデンファレ、かわいいピンクの、今日はアーチ型にしたいと思いますので、アーチにするために猫柳、赤目柳のすごく曲がりやすい枝なので、これを使っていこうかな。今年はアーチにします。アーチと豪華にするには長く先をこう曲げやすいので、こっちは足元はちょっと切ります。ニューピンを用意します。針金を20番ぐらいのワイヤーをニューピンに曲げて、まずここにフローラルフォームを入れています。どんな花瓶でも容器でも大丈夫ですが、フローラルフォームがこうグラグラしない、しっかりと入るような容器に入れます。でここに端っこに入れて、端っこに茎を刺して、でこっち側こう曲げて、で U ピンで止めます。一つでちょっと不安だったら、もう一つ、もう一本 U ピンこうクロスさせるように止めます。こういう感じで止めました。こういう感じになってます。上まで入らない。こんな感じです。こういう風になりました。このようにアーチを赤目柳、猫柳で作りました。猫柳ってこういった一般的にふかふかのちょっと赤っぽくなってて、赤目柳の猫柳です。黒い枝みたいな猫柳もありまして、それは黒目猫柳っていうのもあるんですよ。これが黒目の猫柳で、黒猫柳って言われています。これを最初にアーチで作りました。で次に桃の枝を入れていきます。すごく長くて太いので、ちょっと小ぶりに今日作ろうと思って途中で切ります。この下の方ちょっと邪魔かな、ちょっとこれは切っちゃおう。この辺から先はちょっと尖らしてもらって、こうやって尖らして入れます。お花がピンクがどの向きに向いてるか、前に向いてくれてるかを見て、まあ、これたくさんついてる。で左側に高く持ってきて、右側に短く持ってこようかなと思ってるんですが、どちらでも構わないです。小手まり、小手まりって本当に向きがすごくあるんですよ。なのでこうしたら裏、後ろに向いてしまうので、白いお花がこっち向きだったらちょっと前に向くので、この前に向く方を使います。でこれをいらない枝とかを外したりとかして、ちょっと長すぎるので切って、こうしてこう絡めたら、一本だけの赤目柳さん、あ可愛くなった。小手まり、もう一つある方も分けてみます。こちら側からちょっと添えました。
ちゃんとお花が前を向いてますね。こちら結構咲いてるけど、下の葉っぱを取って隠さないように持ってきました。はい、次はチューリップで、汚い下の方でダラッとしてる葉っぱは取ってしまいます。チューリップってすごく特徴あって、この辺がすぐ伸びるんですよね。だからあんまり長く入れるのもなんですけど、ちょっと今日は長く入れようかな。少し伸びることも考えながら少し抑えめの長く入れます。あったかいところとかすごく明るいところに持ってくるとバラみたいに広がっちゃうこともあって、チューリップっぽくなくなるんで、抑制するのにこのワイヤーで茎のところをぐさっと刺して戻します。もう一つあります。この茎のお花のすぐ下の首元のところをぐさっ痛そうで抜きます。それをしておくとちょっと咲きにくくなるみたいなんですよね。キャバナの先生が教えてくださって、で当たり前と思ってたんですけれども、意外と知らない人が多くて、まあ、すっごい暑くなるとね咲いちゃう時もあるんですけれども、グッと入れた方がいいです。次はガーベラ、ピンクと黄色と、お首が曲がってるガーベラ、だんだんこう浮き上がってくることもあるんですけど、ちょっとこうやったらちょっと戻りました。でもそれはちょっと短くして、こうして下向きじゃなくて上向きに入れるのもいいかも。ここに入れます。この辺に入れようかな。でこの辺りはアーチとかにした時はあまり空間を空けておくというのがいいと思うんです。首の曲がってるガーベラはこうして入れると、なんかこうお顔がこううつむいてる感じになるので、こう反対側に向けて、今日の菜の花がここについて、先っちょについてます。まだまだちょっと時間かかりそう。でも菜の花もすごく伸びるんですよね。だからちょっと短くします。太いですし、今日の菜の花ちょっと葉っぱ代わりに使おうかな。菜の花の茎を尖らせました。それで穴が開きにくい。でこちらに葉っぱ代わりに間に入れます。ちょっと入れていきます。デンファレ、デンファレが綺麗な、これを2つに分けます。で入れます。前にここ、お豪華。あとはちょっと残っている桃をもう少し刺して、下の部分が、茎の下の部分がこんなに曲がってたら、ちょっと刺した時もちょっと安定しないので、こう曲がった部分は切ってしまう方が、あ、豪華になってきた。ドラセナの葉っぱ、これを少し足元に入れますね。ドラセナ便利、レザーパンとか何でもいいです。これはちょっと丸めて、いつもしてますけど、丸めてホッチキスでパチンとしたり、丸めよう。わあ、かわいい。できました。パチパチパチ。このアーチがなくてもこんな感じの下のアレンジが普通な感じかな。でもアーチがあったらなんかいいなって思うんです。どちらでもまあかわいいですけどね。華やかで、こういうのがお家がある、お家にあるとやっぱり邪気払ってくれそう。ありがとうございます。3月3日、桃の節句は、桃が魔除けの効果を持つとされていることから、厄払いのためにもあるようです。桃の花言葉も、チャーミングや気立ての良さなど、愛らしいものばかり。この時期、桃の花を飾ることで、邪気を払うだけでなく、愛らしい自分になれるかも。いずれにしても、
お花を飾ると気持ちも明るくなるなる。いつもありがとうございます。